小石川の名所には新道橋、後楽園、植物園、椿山などたくさんの名所があります。文京ふるさと歴史館では開館以来30年文京区に関わる資料を集めてきました。その中には小石川の名所と深い関わりのある資料もあります。例えば浮世絵、写真、書籍などです。水道橋は下流に神田上水の掛け碑があることからその名前がつきました。掛け碑というのは神田上水の水を渡す樋のことです。江戸時代は水道橋は浮世絵や本でも紹介されていました。水道橋の名前は現在では JR や地下鉄の駅としても知られていると思います。江戸時代の水道橋の絵は富士山と一緒に描かれることが多く、当館では浮世絵、本の挿絵などがあります。あと水道橋の由来を紹介した明治時代の本や昭和になって作成された図面も展示しております。江戸川の桜というと今だと江戸川公園のイメージがあるかもしれませんが、明治時代から大正頃にかけてはもう少し下流の中野橋や大曲あたりが桜並木として知られていました。大雨によってたびたび水害が起こるため江戸川の護岸工事が始まり、大正頃になると桜並木は徐々になくなってしまいました。展示している資料には古い写真があります。これは白黒の写真なのですが、後から色が塗られたものです。他には本の挿絵もあります。こちらは江戸川の夜桜の様子を紹介しています。伝通院は徳川家康の母であるお大の方のお墓があるお寺です。徳川家ゆかりのお寺で、徳川秀忠の娘千姫や徳川家光の正室高子の方のお墓もあります。浮世絵では伝通院にたくさんの人々が集まり賑わう境内の様子が描かれています。護国寺は徳川綱吉の聖母継承院によって建立されました。江戸時代は開帳といって寺の宝物を公開することがたくさん行われ、多くの人で賑わったそうです。Thank you.
36箇所東京護国寺霧島という絵では、護国寺の霧島つつじを紹介しています。江戸時代、護国寺はつつじでも有名で、本でも紹介されています。現在でも護国寺の階段の両側にはつつじが植わっています。今回展示している雑司ヶ谷音羽絵図では、護国寺の境内が描かれ、境内の様子が分かるようになっています。護国寺の門前にある音羽の町並みは、護国寺の門に近い方から1丁目2丁目というふうになっています。後楽園は水戸徳川家の初代徳川頼久によって策定が始まり、二代藩主光圀によって招かれた明の維新朱春水によって後楽園という名前が付けられました。明治以降になりますと軍の管轄になり、東京砲兵工廠が置かれました。昭和13年東京市の管理によって一般公開が始まりました。当時は人が一般公開してなので人が入れなかったんですけれども、この絵では人が入って園内を散策している様子が描かれています。でこの場所はおそらく後楽園の大泉水の前だと思われます。文京ふるさと歴史館では7月25日まで小石川をめぐる資料で見る名所を開催しております。今回皆様にご紹介した資料の実物をご覧いただけます。ぜひご覧ください。